エルサレムは18世紀イギリスの詩人ウィリアム・ブレイクの予言師、ミルトンの女子に、同国の作曲家サー、チャールズ・ヒューバート・パリーが1916年に曲を付けたオルガン伴奏による合唱曲。後にエドワード・エルガーによって編曲され、還元楽伴奏版も作られた。毎年夏に開催されているプロムスの最終夜において国家女王陛下万歳。 エルバーの希望と栄光の国とともに必ず演奏される。さらにはラグビーやクリケットでのイングランド代表が国家として使用しているなど、イギリス国内では様々な場面において、労働党大会では赤旗の歌とともに必ずが主唱され、他方では極右政党の投下にもなっている。原始のタイトルはアンドディドゾーズフィートインエンシェントタイムだが、一般に エルサレムの名で知られる。ブレイクがミルトンの後に書いたエルサレムというタイトルの長い予言詩とは別の詩である。この曲が作られた背景には第一次世界大戦中、イギリス国民の愛国心を高揚させる音楽が必要とされたという事情がある。しかし、この曲を大英帝国の戦争賛美の目的に利用しようとした者たちの意図とは異なり、ブレイクの詩が語っているものは あらゆる権威や権力に屈することのない自由な精神活動を続けていくことの決意宣言である。この歌は英国における婦人参政権運動を拒むし、作曲者のパリー自身もこの曲を英国婦人会連盟に送ったことから同連盟の連盟家となっている。パリーがこの曲を作るに至ったのは警官詩人であるロバート・ブリッジズの提案による国難に際しても歌われる曲である。 2012年ドンドンオリンピックの開会式は、心地よい緑の大地としての農村に、闇のサタンの工場の象徴である煙突が登場するなど、エルサレムの歌詞に触発された構成になっている。この詩は、神の聖なる子羊、イエス・キリストが古代イングランドに来たという伝説を踏まえたものだが、そうした古代の伝説そのものより、暗い否定的な現状。 闇のサタンの工場と戦おうとする意志にこの詩の協調点があると考えられる。この詩が収められているミルトンの序の部分でブレイクは肉の戦いと精神の戦いとを対比させ、軍隊、法廷、大学に潜伏し、精神の戦いを挫折させ、できることなら永久に肉の戦いを長引かせようとする者たちを告発しており、そこでの主張を僕は 精神の戦いから一歩も引く気はないという詩の表現に反映させている。また、闇のサタンの工場は18世紀後半からの産業革命により英国に出現し始めた。工場群を指すと一般には解釈されているが、帝国はもはや存在していない。すべての宗教は一つであるのような予言的言葉を残したブレイクの目には工場だけではなく、 大英帝国という国家システムとそれを支える様々な出張所が人間の血と汗をブドウの汁のように絞り取る闇のサタンの工場のごときものに見えていたかもしれない。ホワイワズ、エルサレム超ズガズザウィスコンシンエスアンセム、エルサレムアンドザウィメン、エスインスティチュート、ルール、ブリタニアアンドアザーミュージックフロムラストナイトオブザ、プロムスナキサス点五五三九八一のライナーノート、 山内久明、グレアムロー編著、ボイセズ・フロム・ブリテン放送大学教育振興会、ありがとうございます。